はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もワンピースオデッセイやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は最強装備をゲットしに行く、やっていきたいと思います。今、クリア後ですね。クリア後にリムと話をすると、クエストとして受けることができます。さあ、まずは一つ目、どんなところでしょうか、行ってみます。黄色いキューブ発見しました。こんなところにあったか。アルバーナ近郊の砂漠のところですね。ここの場所にあります。触ってみましょう。試練のキューブ、何が出るんでしょうか。バッチリだ。なんと、なんと、スモーカーか。でも勝てばお宝が手に入るわ。でも倒せるでしょ。死ぬ気で戦いなさい。お前らレベルもね、そこそこ上げたんで、にだって負けねえ。いけるでしょうよ。ぶっ飛ばしてやる。さあ、準備はよろしいですか。いや、問題なかったですね。全然余裕で勝てます。ちょっと硬いぐらいで。おお、で、なかなかの経験値とかは持ってるね。マリモのやつには負けねえ。スモーカー倒してリムと話をしましたら、クリアになりました。で、アイテムをもらったんだよね。そこにね、いろいろと書いてあります。これ。11箇所の、場所に行って、さらにアイテムを入手しろということですね。アラバスタが3つ、ウォーターセブン1つ、エニエスロビー、マリンフォード、ドレスローザ、結構多いな。あ、でもなんかわかりやすそうな場所なので、ちょっと全部行ってみましょう。アラバスタの1箇所目は、さっきのスモーカーのとこみたいですね。で、2回目に戦う時には、超強化されてました。めちゃくちゃ強かったね。で、ここが2つ目の場所です。1はこの辺りですね。ここに2つ目のキューブがあります。ここの敵はボンちゃんですね。アラバスタの3箇所目です。総祭殿の一番奥ですね。まあ、入って一番先の突き当たりのところになります。敵はもちろんクロコダイルですね。では次ですね。ウォーターセブンの汚い隠れが、ここです。地下水路にあるフランキーのアジトですね。地図上ではこの辺りになってます。はい。ちょっと入り口から遠いんですけども、行ってみてくださいね。ここで出てくるボスは、ルッチですね。フランキーかと思ったら、ルッチだった。次は、エニエスロビーの地下通路ですね。四方の塔の一番地下となってます。マップはこの辺りですね。ここのボスは、核ですね。それでは次に行きましょう。次はマリンフォードの綺麗なベルの近くですね。一番奥の場所です。ここですね。で、ここは3体います。1、2、3ですね。戦うやつはもう決まってますね。そう、3人の大将です。あとはドレスローザの3箇所で終わりですね。まずはここ、コロシアムの前です。地図で見ますと、この辺りにあります。コロシアム前のボスは、バージェスです。残り2つとなりましたね。次はここ、新王の大地2段目です。地図で見ますと、ここら辺ですね。ヨイサートラベルで飛んで、すぐの場所にあるので、わかりやすいですね。ここのボスは、白馬ですね。それでは最後の場所です。最後は新王の大地、ひまわり畑のところにあります。もちろんあいつですよ。ドフラミンゴでーす。はい、ということで11体のボスを倒し終わりました。出たアイテムを見てみましょう。ここで入手できるアイテムが、名前の前にですね、これ、試練っていう名前がついてます。試練の、根性プラス400クラウンとかね。この試練系が、ここのボスたちからは入手することができます。で、ごく稀だけども、
試練の、アイテムの上位バージョンがあるらしいんだよね。新試練のなんとかっていうのが。それが、一番の狙い目のやつですね。何回でもボスは倒せるので、まあ何回も倒して、厳選していくっていう感じです。はい。まあ2回目はものすごく強いので、いろいろと対策をしていかないといけないとは思うんですけども。はい。まあこんな感じですね。ぜひ皆さんも11体のボス倒してみてください。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。